まあ、やっぱり、まあ、嬉しい気持ちもありますけど、まあ、でもここで生き残るためにはもっとやらなきゃいけないこともたくさんありますし、まあ、今回多分ワールドカップ予選に向けて大事な試合なので、まあ、改めてここに来てやらなきゃなっていう気持ちが強くなりました、はい。まあ、今持ってる全力は毎日出さなきゃいけないので、まあ、しっかりいい準備をして臨みたいのと、まあ、試合に出たらしっかり、まあ、アピールっていうよりかは、まあ、チームに貢献するっていう部分を大事にしたいなと思います、はい。自分の